ネナイです。ロシアでマーラシンズです、はい、今日の企画は勘違いしちゃう男子の行動を紹介していきたいと思います。ニヤニヤアンケートニヤニヤタイムでーす。あっちは別に好きじゃないけど、これされたらこっちは勘違いして好きになっちゃいますよってやつやな。そうですそうです。で早速ホワイトボードに書いていって、最後に一番勘違いこれはしちゃうやろっていう行動を紹介していきたいと思います。すぐうち勘違いしちゃうね、こういう勘違い上手な女子。これはもう映画デート行ったら勘違いする。映画はまだでもこれから感あるやん。映画はまだ置いといて、でも正味昼デート行っても、あれ正味恋愛的に見ないと昼デートはいかんなとは思っちゃう。あと水族館とか動物園とか行ったら100よな、うん、ああなるほどな。そう、遊園地系行ったら私のことちょっと見せて好きなんやろって思っちゃう。なるほど、こういうのは関係ないやけど期待しちゃうよな。そすぎやろ。え、でも期待しちゃわん。だって私映画館のデート行こうって言われたら、うん、好きじゃねって。あ、ちゃんと考えてくれてそうっていうのはもう。そうそう、もうだってそれ前提あれやん。そう、恋愛前提よ。で、勘違いしてるよな、本当に。前提。それはそうや。自分だけ。来ると思ったよ、この多言のものは。自分だけが知ってることがある、その人の。これ、さつきにしか言ってないねんけど、とか、他の人に言ってないねんけど、とかで、いろんなお話をされたりとか、すると、自分だけしか言ってないってことは、うん、やっぱ自分ってそういうことやんなみたいな。いや勘違いやろ。それは勘違いする。それはまさちゃん間違ってないよな。それは間違ってない。間違ってないよな。正解。でも間違ってなかったと思うねんけど、でもさ、うん、自分が勘違いしてるだけでさ、もしかしたらさ、その人はさ、いや何々しか言ってないねんけどっていうセリフを他の女の子にも言ってる可能性はあるわけやん。勝手に勘違いしちゃった感はちょっとあるなと思った、これ。だって告白してくれたもん、結局。〇〇だけとかめっちゃ思ったりさ、相談事とかするってさ、うん、イコール自分だけって思っちゃう。そう、そうやけど、そういうその方が意外と告ったら振られない。それもそれ、そうなんだね。なんでだ、なんでだ、なんで言ってくんの。じゃあ自分だけとか言ってくんないよって話だな。え、多分自分だけじゃないですね。スクショ。私のアカウントで上げたインスタの投稿のやつをスクショして、それを LINE で送ってきて、これ漏れてるやん。ちょっと勘違いせん。え、勘違いせん。だってさ、別に、その、わざわざスクショして、こっち送ってくる意味もわからへんし、うんうん、まあなんかコメントしたんやったら、インスタでコメント欄でコメントしたらいい話よ。で、やのに、わざわざスクショして、なんか LINE まで、なんか漏れてるやんって、とか、漏れてるやんって、どうせ恥ずかしがって、可愛いって言えへんだけなんやろとか、思っちゃったりとかもするし。大きい大事ね、それはもう。いや、勘違いかもしんないよ、それ。え、でも勘違いするくない？わざわざスクショする必要ってある？売れてるやんって俺の。え、するかもしれん。ちょっと。え、なんか、嬉しい。え、しかもその人普段褒めへん人。あ、それは、するやろ？するやろ？それもさ、多分、さっきのこと好きやろ。え、好きやったら、え、なんか振られてみて。あ、振られたんや。はい、解決早いね。恋あって、そう言ってくれたら、わ、うん、かるやん、後々。あれも、やっぱ可愛いって思ってくれてたんやってなるけど、え、結局振るってなったんやったら、え、じゃあな、あれやったら何やったん？確かに。なるよ。キープされてんじゃん。キープされてんじゃん。勘違いするやつな。何？報告。何何？まあ、これは簡単。だから、写真送られるやん。うんうん、勘違いしてる。え、だってさ、いちいち報告する必要なくない？うんうんうん、だから、あ、これって、うちなんか LINE さ、まあさ、うん、多くてもさ、女子と3人ぐらいしてるとするやん。うんうん、だけど、3人のうち3人全員報告するわけない。だから、LINE してる中でも自分上位トップ1位、2位におるなって思っちゃうね。近づいてきたぞって思う。うんうんうん、なんか写真付きで何かって結構勘違いしがちよな。するするする。写真を送る手間というかさ、撮る手間とかが想像しちゃって。うん、そう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 。自分やったら、好きな人にしかせえへんよなーとか。せえへんせえへん。思うよな。ボディタッチ。もうシンプルに、うん、頭ポンポンとかは、なんかあんまり、あ、うちあんま思わへんねん。No, no, no. あ、やってんなって、うちはなんか頭ポンポンされて、まあこいつやってんなって思う女子がおるってことを最近知ったよ。だ、うんうん、から、それをされるようになって、あ、この人はもしかして、やってる人なんかもしれんって思い出したよね、最近それで。だけど、うちは頭ポンポンされてるときは、うん、もう必死やねん、大変。こんなやばいやばいって思うから、勘違いまでいかへん。だけど、この、こことか、ここの距離が近くなる。うん、なんか勘違いする。触れてなくても、うん、なんか、あ、明らかになんかさ、誰の友達にもさ、これぐらいは開くやん。うん。だけどさ、これぐらいったらさ、もうこれ男女のあれじゃないやん。私の息じゃない。じゃない、ここの距離は。うん、やから、なんか、あ、その瞬間に入ったら、あ、これは勘違い。え、するやろ、これ。え、するする。当た
った瞬間、こうやってこう話されたとしても、うん、勘違いちょっとしちゃうね。ああ、まあ確かにな。もうここで異性やと思うね、うん、で、ここ話さんかったら余計に勘違いする。嫌、うん、やったら離れるけどな。あ、それはそう、ね。向こうのことを異性として思ってなかったら、札、うん、はこうやって離れるけど、うん、異性として思ってたらもうずっとこんなしとく。わかる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 。で、だんだん、じゃあね、聞いて、うん、この後さ、こうしてるやん。ピトルってこうやって上にあるやん。うん、だんだんな、うん、こうやってなっていくね。何それ、ならん、こうなったりさ、やっぱりちょっと入れ込んでる。行事、これは行事ごとに誘われるってことやねんけど、あ、勘違い、やんの、例えばクリスマス、うん、当たり前や、はい、夏祭りとか、まあ、あるやん、そういう季節の行事みたいな、当たり前、その日に誘われたり、その夏祭り一緒に行こうとか言われたら、 え、そんなん全然勘違いするやん。なんかありやで、それはもう、え、やんな、思ってたよ、うん、え、ちゃうねんで、ちゃんと振られてる。クリスマス事件知ってるやろ。あー、クリスマス誘われて永遠に待ってるって。え、そうそうそう、なんか他の女とご飯行ってくるからみたいになって、はぁみたいになって、駅でなんか何時間も待って、ネットカフェにいたのが1時間半ぐらい、外にいたのが2時間ぐらい、それ3時間半待ってるやん。それも最低。でもそれは勘違いする。え、勘違いするよな。 LINE を送る内容やねんけど、うん、LINE してなかったのに急に、え、明日ってこれでいいみたいな、明日ってこの持ち物でいいとか、あ、用意とかな、うん、そう、なんかここでテスト範囲やってるとか、うん、何々のテスト範囲どこやったっけって聞かれ、うんうんうん、それだけ聞かれる。誕生日の時にちょっと LINE してなかったのに急に誕生日おめでとうってくるとかは、勘違いしちゃうよな。初期の終わりって、だってなんかそっから話広げようとしてるんじゃねとは思う。確かにな。誕生日だけメッセージ送ってくる人はおったな、確かに。あれ結構嬉しかったな。うん、ちょっとね、さ、今勘違いしてるけどさ、勘違いやから、それは。あ、うん、それで、ね、なんか終わったら、あ、そうね、で終わりなんやって思うけど、うん、そっから話広げてきたら、あれ？やっぱ、話広げたくて、そうそうそう、そうそう、そうそう、そうそう。暇？あ、勘違いやわ。勘違いするよな。勘違いじゃないと思う、でも。だから、あー、これは勘違いって経験をもとに話してるので、勘違いやったわけですよ。なるほど、なるほど。はい。今暇とか、そういうのをなんか LINE で急に送ってくる人がいて、で、もう暇やでって言うやん。じゃあ出てきてや、みたいな。言われるやん、夜やん。あー、普通に友達として誘ってただけやったね。異性の友達を夜に誘う？間違いない。言ったら全員男やね、おるの。男やと思われてんねん。あ、男の集団に呼ばれた？そう。二人じゃない。なんか、呼んでくれた人は一人やってん。あー、なるほど。うわ、それちょっと悲しい。その人の LINE で来て、いや、いたらみんなおるみたいな。それ悲しいよな。うちも一回その経験やったけど。なんか、1やと思ってたら、うん、なんかさ、うちもさ、勘違いしてる人って感じで来たやん。あ、みんなおんねんなーって言ったら。でも、ちょっと、可愛い服みたいな着て、行ってたのに、なんか、あ、みんな、それ恥ずかしい、わかる、わかる、恥ずかしいよね。この暇って言って、うん、電話しろとか言ってくるやつはマジで勘違いさせやろう。うん、間違えない。今駅着いたから家帰るまでちょっと電話しよう。え？一人で帰るやんってなるやん、うん、音楽聴きながら帰るやんってなるやん、うん、わざわざ私と電話する意味って好きやから声聞きたいから電話するんでしょ、うん、って思うけど違うらしいです。でも勘違いするよな、ね、これされたら好きってなる、こっちが。でもさ、ちょっと思ってんけどさ、うん、多分これ好きな人にもすると思うね。なるほどな、うん、だからこれで同じことされて振られるってことはキープの方やと思うね。私がね、うん、だからもう紙一重な気がする。なるほど。疑問、これ LINE で疑問系を送ってくる。LINE で疑問系が話終わりそうな時とか、うん、結構な感じで疑問系を送られてきたら、うん、え、ちょっと話し続けようとしてくれてる、イコール若干好きなんじゃないって思っちゃう。確かに。すぐさ、勘違いするようなみたいになるけど、でもまあちょっと思っちゃうよ。でもこれ嬉しい、普通に。嬉しいな。そう。それはでもやっぱさ、話し続けたいからじゃない？いや、それ以外の理由ってないよ。うん、ないと思う。いや、かなと思うよな。好きな〇〇。何さつきってどんな男子の髪型が好きなんとか、どんな服装が好きなみたいな聞いてくる人ってことは、私が好きな髪型とか、うん、私が好きな服装にしたいんですよねって思っちゃう。おー、うん、それはそうじゃない。でも多分なんか、うん、人によってほんまに好きなカラーしてくれてる人もおったと思うんだけど、人によったらモテたいからとか、なんか女子の好みを知りたい、ただ単にから自分以外にもさつ以外にも聞いてってしてる子もおったから、これは私は勘違いしちゃってた。で、なんか、好きな
髪型何みたいな、てんけど、みんな好きな髪型何みたいな、言ったんよ、友達に。ほんなら、え、それ私も来たみたいな。うわ、悲しい。あー、これそのパターンね。あー、悲しいな、それ。まあ、まだ、100好きにはなってなかったから、全然いいんだけど、これは全然普通にこのまま行っとったら勘違いしとったよね。勘違いして、好きになりかけてた。え、するわ、するわ。最後に一番勘違いするやつ紹介していきたいと思います。はい。せーので自分だけ、まあ、当たり前やん、だ自分だけやもん。え、そう、嘘つくねよ、マジで嘘つかんといて。こっちは自分だけって思い込んじゃってるから、そっから好きになったりとか、好きやったらもともとめっちゃ声がもっと燃え上がったりとかするから、興味ない女子には言わないでください、本当に。はい、今日の動画はここまでです。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしてます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。